ミカエル三世、メテュソスの皇帝。同王朝、第二代皇帝テオフィロスの子。中世ギリシア語読みでは、ミハイルとなる。メテュソスは、飲んだくれ、酔っ払いを意味するあだ名。四十二年に父、テオフィロスが帽子した時、わずか二歳という幼年であったため、母テオドラと肝眼のテオクティストスが政務を取り仕切った。テオドラは、イコのクラスムを終わらせ、 八百四十三年に遺恨崇拝の復活を宣言した。続けてテオドラはクレタ島の回復を目的とした戦いを開始したが、成果は上がらなかった。成人したミカエル三世は母に実権を握られて苦靴であることを苦々しく思い始めた。そこでかつてテオクティストスと対立して追放されていた叔父のバルダスラと協力して八百五十五年にクーデターを 起こし、テオドラを修道院に追放して申請を開始した。860年、ロシア人によりコンスタンティノポリスが攻撃された。彼は実権を獲得するにあたって協力したバルダスを徴用し、864年にはカイサルに任じた。また863年にアッパース町領内のアミールが、 コアジアに侵入してきた時には、バルダスの兄弟ペトロナスを将軍として派遣し、アミールの軍の撃破に成功した。この時、ミカエル三世自身も戦いに参加している。この戦い以降、東ローマ帝国は小アジア東部で、イスラーム勢力に対して攻勢に転じるようになっていく。一方で、シチリア島では、アグラ部長による攻勢を食い止めることができなかった。 また小アジア半島における異端のパウロ派の勢力拡大にも効果的な対策を行うことができなかった。なお860年には国会の北岸からルーシがコンスタンティノポリスに来襲している。彼の代にはコンスタンティノポリスにおける建築活動が盛んになった。聖ソフィア大聖堂ドームに現存する聖母子のモザイクはミカエル三世時代に作成された可能性が高い。 867年には、宮殿内に、ファロス教会も建設される。これらは、いわゆるマケドニア朝ルネサンスにつながる、文化的潮流となった。一方、キュリロスとメトディオスをモラビアに派遣するなど、スラブのキリスト教系を推進したため、教会の主導権を争っていた、ローマのカトリック教会との関係が険悪になり、さらには、フィリオ系問題や、在属の官僚であった、 ホティオスの総主教任命をめぐって、ローマ教会と対立。867年には、ミカエル主催の教会会議が、ローマ教会のフィリオクエに関する協議を異端として退りける、ホティオスの分離が起こった。晩年は、アルメニア系の側近バシレオスを徴用するようになった。そして、バシレオスは、ミカエル三世紀の下で、第二の実力者であった。 バルダスを866年4月に暗殺し、ミカエル三世もこれを黙認した。こうして、ミカエル三世の有力重心となったバシレオスは、その1ヶ月後には、共同皇帝として即位。だが、翌年、ミカエル三世は対立したバシレオスによって、暗殺されてしまった。バシレオスは、皇帝バシレオス一世として即位し、ここにアモリア王朝は断絶したのである。 ただし865年にバシレオスと結婚したエウドキア・インゲリナはミカエル三世が暗殺されるまでミカエルの愛人でもあったため866年に生まれた後のレオン六世はミカエル三世の息子である可能性を否定できないこれが事実だとすれば公式上バシレオス1世の子孫となっているレオン六世をはじめとするマケドニア王朝の幾人かの皇帝たちは実は ミカエル三世の子孫であり、アモリア王朝の血統は1056年まで存続したことになる。後のマケドニア王朝時代になると、バシレオ一星の定位産脱を正当化するために、ミカエル三世は暗具な皇帝であったという逸話が作られた。例えば、小アジア半島に整備されていた法火による通信網を競馬場で 戦車競争を行うのに集中できないという理由で使えなくしてしまったという話などが伝えられており、メッテュソスという不名誉なあだ名もマケドニア王朝時代以降につけられたものである。だがオストロゴルスキーは後世で不当に貶められているが、かといって彼を反動で偉大な皇帝と見てもいけない。この時代の真の支配者は彼の叔父のバルダスだったとしている。ありがとうございます。